し物かな。あれは一体あのようにぐにゃりと。本当に人ですか。あの組体操の人たちすごいの。せっかくだから見に行こう。今は何をしてるの。お客さんが参加するのかな。参加できるの。やりたいやりたい。くるみさん、そのように派手ないでください。淑女にあるまじき振る舞いですよ。え、私たちですか。やったー、どんな芸ができるか楽しみなの。行こう行こう。あ、くるみちゃん、そんなに引っ張らないでくださいませ。確かにその方がドキドキするけど、負けたままの方が怖いかな。なら、はい。あれ？こんなの初めて見たよ。すごいすごい。止まらぬ速さとはまさにこのことですわね。見て見て、くるみちゃん、お花とっても可愛いの。あれ、これはナイフがね、投げられた瞬間お花になったの。あっという間で全然わからなかった。神業と言うべき鮮やかな手品でしたわ。確かにナイフでしたのに、次の瞬間花輪に変わっていて、ミーコもびっくりしたの。お花がくるみちゃんの頭に乗る瞬間もとっても綺麗だったの。珍しい展開でしたわね。くるみちゃん、そのお花とっても似合ってて可愛いの。ナイフが来るって思っても、勇気を出して立ってた姿もかっこよかったよ。